はい、フェギーボール入りました。はいはい、ロールしてモードフリー、ありがとうございます。フェギールさん、あなたのおかげで今日も平和です。はい、どうもグラッドでございます。という感じで来たね、フェギール。ラリーがもうやっぱ多いね、特殊くんの。うん、なんかすごいわ。という感じで、身長173センチ、上がる意識高い、普通、利き足、左スキルムーブ4、逆足4となっています。でね、作成コストが大体今10万いかないぐらいが9万5千円ぐらいかなーっていう感じでございますね。結構ね、扱いやすそうな感じはしたけどねっていう感じでございますね。はい、という感じで能力見ていきましょう。はい、で能力なんですけども、まあ、ペース、シュート、パス、ドリブル、フィジカル、まあ、どの部分もね、秀でてる感じでございまして、まあ一番はね、ドリブルがしやすそうな選手かなと思います。まあシュートペースもここら辺も整ってるのがやっぱいいよな。うん、強いと思うよ。フィジカルも84あるんで、ある程度あるかなって思いますね。で、ウィークポイントなんですけども、パッと見はね、そこまで大きくないんですよね。まあジャンプ、ヘディング、まあここら辺かなあって、競り合いとかそこら辺がやっぱちょっと弱いかなっていうぐらいかな。はい。という感じで、選手特性なんですけど、パワフルキック、高精度シュート、華麗に連携、足、アウト、カーブ、チップ、シュート、ドリブル技術となっています。はい。で、連携スタイルなんですけども、まあハンターかエンジンかなと思います。それか、俺はね、ベーシックでもワンチャンありかなとは思ったりはしてるんですよね。まあ、寄せるならエンジン、ハンター。まあ、ここら辺かなとは思います。はい。はい、という感じで、スカットなんですけども、まあ、フランスベティスというところではあるので、まあ、ウンティティともね、あの、ミドルケミ、この前出たやつとはくっつながるし、まあ、組みやすいと思います、結構。結構組みやすいんじゃないかなと思いますね。でね、置き場所はね、と、攻撃的なトップ下、あのね、最終的にはね、ストライカー、まあ、ST の位置に置いてもいいかなとは思います。ストライカーに置いても結構強いと思う、この選手は。中盤だけじゃなくてそこら辺に置いても全然いいかなと俺はね思いましたね。という感じで早速映像を見ていきましょう。はい、ということで試合映像を見ていきたいと思います。じゃあまずね、操作性から見ていきたいと思います。はい、じゃあまず操作性ですね。軽くスピード上がり、ぬるぬる動く操作性ということで、フェキール選手ね、めちゃくちゃ扱いやすいっす、ドリブル。ちょっと感動したぐらい、ちょっとスピードがあって、結構ね、出足もめちゃめちゃ速くて、トップスピードに乗るもめちゃくちゃ速い。トップスピードに乗ってからも、相手のディフェンダーに追いつけないようなスピードを持ちつつ突破できるという、めっちゃ強いと思う。正直めちゃくちゃ強いかなと俺は思いました。誰が使っても強い選手かなとは思いますね。まあ、ここら辺とか見てほしいんですけど、自分一人でね、ずーっと場所も相手追いつけずで、まだまだ一人で行ってロールも入って好き放題してみたいな。まあこんなこともできるんでね、正直ね、まあ、パスもね上手いんですよね、ある程度。だからまあ中盤で使ってもいいし、前目にまあストライカーの位置、セカンドストライカーぐらいで使っても上げてもいいしっていうところで、何でもできるような本当にねいい選手なのかなと思いました。まあ今後の成長とかもいろいろあると思うんで、まあ成長してない段階でもこれだけ強いんで、強いなという印象ですね。まあシュートに関しては左足でちゃんとしっかり打ってあげる、そこら辺はちょっと意識してないといけないんですけど、まあそれを考慮したとしてもね、ある程度俺は好き放題できたかな、この選手で。こことかやばない。早すぎてさ、誰も追いつけないし、あとフィジカルもあるからさ、体当てられても自分でいけるみたいな強さがあるんで、やっぱすごいなと思いましたね。はい、ということで次は AI ですね。まあ積極的に前に抜き出していく AI という感じで、まあ、この選手割と前に、抜け出してもらうような意識は結構あるかなと思いました。なので自分が一回パスして、まあ、前に抜け出してもう一回もらって自分でシュートとかね、まあ、そういった動きが結構するような動きのある選手かなと俺は思いましたね。だからやっぱりトップ下がいいのかな。ツートップの真ん中にトップ下としてフェキル置いてあげると、なんかなり AI としてマッチしそうな AI はしそうかなとは思いました。いい動きするような、だからここら辺をねうまく使ってあげて、なんかいろいろやってあげることによってかなりいいかなと思いました。まあヘディングとかはね
ちょっと外しちゃうんですけどまあそこら辺はちょっと弱いかなと思うんですけどね。まあいろんなところの AI に関しては、まあそこら辺の好意的な強さっていうのがこの選手の特徴なのかなと思いました。こういうところに顔出してくるんですよね。ここに左出して、でいいところに顔出しつつ最後もらってシュートもダイブで打ったら入る。強かったはい、で良かった点ですね。圧倒的スピードのドリブル突破ということで、やっぱここはな、フィギル選手やっぱドリブルはやっぱ素晴らしいです。ほんと素晴らしい。ワンタッチシュートで何でもできるっていう部分あるんやけど、やっぱねこのドリブル突破が本当にね誰でも多分できる、本当に誰でもできるんよ。俺相手にいたら嫌やもんこいつディフェンダーはなかなかね対処しづらい選手かなと俺は思いましたね。強かったほんま強かった。はい、で次はですね、裏方点ですね。まあ、競り合いの弱さというところで、やっぱここがちょっと気になるかな。やっぱヘディングだったりとかそこら辺の競り合いがやっぱりちょっと弱いかな。あとはちょっとフィジカルがねもうちょっとあればいいんですけど、まあ、ここら辺がちょっと気になるかなと思いましたね。はい、という感じでフェキル選手をね比較していきたいと思います。大体今ね9万5000ぐらい作成することができまして、で能力はねすごい使いやすかったとか強かった。やっぱドリブルが引いてる部分あるんですけど、やっぱこれのおかげかペースもあるのかわかんないですけど、めちゃくちゃ扱いやすかったです。早いし、止められんというか、そうそうね相手に止められることないようなドリブル、まあ好き放題できるようなドリブルできるし、でスキル4もあって逆足も4もあると、うわ扱いやすい、すげえ扱いやすかったです正直。めっちゃ強かったかなと思いますね。で、一人目比較していきたいと思います。で、一人目ですね。デパイ選手でございます。黒デパイですね。5万2000円ということでございました。で、能力見ていきましょう。で、能力なんですけども、レートは一緒なんだけれども、フェイキル強いよね。これパッと見ると。しかもまあ、逆足4で、で、スキルがね、5ではないんですけども、まあ、今作はスキル5、そこまでメリットめちゃめちゃあるわけではないと思っているので、まあ、そう見てもね、フェギル選手の方が扱いやすいし、やっぱりこの9万なんぼっていうのは妥当な感じはします。結構妥当な感じするかなという感じで、次もう一人紹介していきたいと思います。はい、で2人目がですね、ヒーローカードのモストボーイ選手ございます。16万円で購入することができますって感じですね。で能力見ていくんですけども、まあ、能力はねまあ、パッと見てもやっぱ強いんだよね。モストボーイと比較しても明らか強い。まあ、違いが出るとしたら、もう、ウィークフットと、あとは、ケミ部分、かなとは思います。まあ、ただね、俺はね、思うのは、モストボーイより、絶対、フェイキルが扱いやすい、とは思いますね。ラリーガで使ってる、ケミ合わせられるなら、モストボーイよりは、絶対、フェイキル使った方が、扱いやすいかなと思いました。シュートも打てるし、パスもできる。まあ、ペースもあるっていうところを考えると、俺はやっぱ、フェイキルをしたい。めっちゃ扱いやすい。多分9万5000円っていうのは安いと思います。正直。はい。という感じで、フェギル選手の最終評価していきたいと思います。はい、ということで最終評価していきたいと思います。フェギル選手ね、やっぱ使ってみたらね、やっぱ強かったね。思った以上に強かった。やっぱ強かったわ。まあ、能力通りな強さを感じるし、もう今後も成長していく可能性、ベテスって結構ね、グループ見た感じでは、今の、ね、突破しそうではあるし、3連勝しそうでもあるってことを考えると、かなりね期待せざるを得ないこの選手は。それぐらいいい選手かなと思いますね。はい、という感じでフィギル選手の最終評価は星8つです。いやフィギル選手ね、誰が使っても多分ね、扱いやすい選手かなと俺は思いましたね。まあ、強い。ほんで今後も成長していく可能性かなり高いし、もし88までワンチャンいったとしたら、めちゃくちゃ強いと思います。まあ、これに関してはね、やっぱり取った方がいいかなと思います。ラリーが、まあ、ケミ組み合わせられるの取った方がいいっていう感じの選手かなと思いましたね。はい。という感じで、この動画はもし参考になれば高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。